平成23年1月14日金曜日、菅総理は第2次となる内閣改造を行いました。午前閣議を開催し、現閣僚の辞表を取りまとめ、午後には国民新党の亀井代表と与党首脳会談を行った後、組閣本部を設置しました。閣僚の呼び込みが始まり、連絡を受け新閣僚が次々と官邸に参集しました。枝野官房長官から閣僚名簿の発表が行われました。菅総理大臣は今般内閣改造を行うことといたしました。この度内閣官房長官を担うこととなりました枝野幸男でございます。皆様には大変お世話になりますが、誠心誠意努力をしてまいる所存でございます。その後、皇居での新閣僚の認証式に向けて出発しました。総理大臣官邸に戻り、菅内閣総理大臣の記者会見が行われ、私は今の日本の置かれた大変危機的な状況、20年間続く経済の低迷、財政の悪化、不安な社会保障、そして進まない地域主権、また外交の問題でも多くの問題が抱えております。こういった危機を乗り越えていく上で、通常国会に向かって党と内閣の体制を最もそういう危機に向かってそれを超えていく力を最大にしたい。会見の後、初閣議を行いました。初閣議では菅第二次改造内閣の基本方針や国会の召集について決定しました。閣議終了後、全閣僚に内閣官房副長官らも加わり、記念撮影を行いました。こうして菅第二次改造内閣は正式に発足しました。その後、菅第二次改造内閣の閣僚が順次就任記者会見に臨みました。18日火曜日、午前の閣議において副大臣・大臣政務官が決定し、官邸に集まった新副大臣とともに宮中における認証式に出席しました。官邸に戻り、枝野官房長官らとともに記念撮影を行った後、初副大臣会議に出席し挨拶を行いました。それぞれの立場でやっていること、あるいは自分の立場を超えても内閣としてやっていること、自信を持って国民の皆さんにお伝えいただきたい。引き続き大臣政務官に対して辞令交付を行った後、記念撮影を行い、初大臣政務官会合に出席し挨拶を行いました。この内閣の最先端で将来を考えなければいけないのは自分たちだ、そういう気構えで